スカハさん、退職祝いにこれどうぞ。私はリサイクル業者ではない。まあでも、あんな奴らでも会えなくなると思うと寂しいな。あ、エルさん、工場長辞めてきましたけど。そんなこと言った。スカハさん、助けてください。嘘、何この小汚い小屋。すいません、ここ敷地内なの。トイレ、トイレ。あなた、どこかで見たこと。この通り薄汚い不老者ですから。久しぶりのような高尚な方たち。というわけでホームレスになってしまったの。ねえスカハ、前世ではよくも私たちをしごいてくれたわね。私は持たざる者です。ちょ、やめなよ歌姫。スカハさんにはお世話になったじゃん。もしかして中学生。私もうそんな価値観持ってないんですけど。それでは聞いてください、歌姫アーサーで。私もうそんな価値観持ってないんですけど。この薄い